はい、皆さんこんにちは。レガテドリブル塾の翔ちゃんです。今日は中井卓弘選手のドリブルテクニックを紹介していきたいと思います。で、中井選手といえばピピの愛称で知られており、今レアルマドリードの下部組織カンテナのフベニール A というチームに所属しています。ピピの特徴といえば圧倒的なテクニックとボールキープ力、そして広い視野にあります。で、今日はピピが実際に試合で使用したドリブルテクニックを5つ厳選して紹介していきたいと思います。ぜひ皆さんもこの動画を参考にしてチャレンジしてみてください。それでは早速やっていきましょう。1つ目は反発ダブルタッチです。通常のダブルタッチと違い、受けたボールを足元で一度止め、相手を十分に引きつけたところでボールを引っ張りながらダブルタッチで相手と入れ替わるテクニックです。ポイントはダブルタッチの前に踏み込みを入れることで相手よりも先にスタートを切ることができます。続いてはピピステップです。これはロールや足裏のタッチを取り入れたジンガのテクニックで、ディフェンスと向かい合いながら後ろや横にボールをコントロールすることで独特のリズムを作り出すことができます。これに関してはタッチの順番は特に関係なくて、この通りにタッチする必要はありません。大事なのはロールやビハインド、インサイドタップなど好きに入れたりできることで相手を惑わすことができるので、何回も何回も練習してタッチの感覚を上げていきましょう。次にソールカットです。中盤やサイドなど相手がボールを奪いに来た時に使うと効果的なテクニックです。足裏でボールを懐深くまで引き、インフロントでボールをカットし、ボールの角度を変えディフェンスをかわします。ここで大事なのはボールをカットするときに軸足を後ろに引くことです。そうすることでボールが軸足に当たるリスクをなくし、より深いフェイントになります。次の技はピピゾーン。これはボールを懐深くまで引き込んでワンタッチで方向を変えるテクニックで、ピピの手足の長い体格を生かしたボディフェイントです。ボールを受けに行きながら足元でトラップすると思わせ、一気に体の向きを変えボールをコントロールします。ここでのポイントは十分にボールを引きつけ、後ろにジャンプしながら体の向きを変えることでタッチのギリギリまで懐にボールを置くことができます。最後はビハインドタップターンです。2、3枚のディフェンスに寄せられても後方にスペースがあれば回避できるターンのテクニックです。やり方としては足裏でボールをキャッチし引きます。次にインサイドで内側にコントロールし、それを素早く逆足インサイドで軸足の裏を通すようにカット、同時に体を反転させディフェンスをかわします。スムーズなターンにするため、最後のタッチのタイミングで体の向きも同時に変えられるように意識しましょう。はい、いかがだったでしょうか。今日紹介したのは中井卓弘選手のドリブルテクニック5選でした。この動画が面白い、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.